はい、どうもワイワイと申します。本日はですね、私ももう本当数多いゲームを今までプレイさせていただいてますけれども、バカゲーって言われるねゲームっていうのも多かったと思うんですね。ただどうやら私はこの伝説的なバカゲーを飛ばしていたということでご紹介いただきました。今回これをプレイしましょう。トイレインワンダーランドというゲームで、知っている人はいるかもしれません。これフリーゲームで、RPG スクール系のゲームということで、皆さんプレイできますんでね、ぜひまあやってみたいなと。どんなゲームか全然わからないんでね。まあ目チカチカする。これ何、主人公これ、おう、火の玉みたいな頭してるね。あ、そこがトイレってこと。多分トイレが主役になるゲームやと僕は思ってる、わからないですけど。はい、注意。このゲームには暴力的な表現やびっくり要素が含まれていますと。ほう。まあでも全年齢対象なんでね、グロいとかはないでしょうけど、まあ皆さんもぜひ気をつけてみてくださいね。何ですかここは。トイレじゃないんですか。非常に入り組んだ。あ、動かせんのこれ。あ、動かせるみたいね。これはなんか書いてるんじゃないのこれ。何ですかこれは。冒険の吹き跡、便秘度 100%、セーブした回数0って書いてますね。右下のやつは何なんですか。蝶かなんかですかあれは。カニみたいに見えましたけどね。出ていく。え、どこなんでしょうこれ。え、この人に喋りかけんのあれ。マイソン、いや僕はマイソン、マイソンって言うんだ。はい、君は僕のことを知らないだろうけど、僕は君のことをよく知っているよ、うん、トイレの数だけ出会いがある、便意の数だけドラマがある。君はそんな物語の主人公さ。君は選ばれたんだ、便秘に。そして作り出したこの世界を。おお、なんですか、どういうことですか。え、なにこれ、俺うんこするためにあれしてんの。うんこする物語これ。こっちはなんもないんかな。右行ってみますか、じゃあ。なんですか。ものすごい舘ひろしみたいなやついるんですけど。顔えぐられた舘ひろしみたいな。こっちかな。これなんか魔法陣あるね。こっちは こいつがすごい気になるんやけど。これなんもないの。あ、こっちこれ。犯人はじゃない。土偶か。これ土偶やな。ん、これ関係なし。何、うんこ、これ。わからへんだけど。何が何かわからん。まあ、ここ行けばいい。おぉ、はい。うわ、何でしょう。何の説明もないまま物語が進む。え、僕トイレに行きたいんですよね。これ、こいつは、こいつは何これ。こいつ、喋れへんのこいつ。まあ、喋れないみたいですね。喋れないみたいです。ちょっとこの右側行ってみようかな、じゃあ。こっち行ってみる。はあ、あ、なんか便マークあるね。あれ、取りに行けばいいのかなっていう、っていうことなのかな。こことかもほら、瓦礫でね、塞がれてるけど。ちょっと、ごめんなさいね。どけてもらって。こいつ喋ったらいいのこれ。あ、こいつ喋れへんのね。これ便秘玉を入手すると、便秘度が少し下がります。便秘玉を手に入れた。はい。どういうこと。あ、俺はトイレに行きたいっていうか、トイレがしたいってことなんだ。トイレがでもできない体だから、はい。なんでしょうこれ。おお、おお。これ伝説の一戦ボブサップに負けた曙関ですよねこれ。手に入れられるもんなんすか、曙さんって。僕言うとくけどめちゃめちゃ尊敬してたんですよ、曙さん。うちのお父に顔に出るからって。あら、かいらしい白い猫おるわ。あこにウサギか。あ、ウサギんとこ行こう。え、なんか見えへんかった今。鮭みたいなやついたよね今。ああ。なんやねんこれ。で、ゲームオーバーになった。これなんかめっちゃレトロなゲーム。たけしの、こっから。さあ、てなことで、ここまで戻ってまいりました。はい、あけぼの手に入れます。まあでもこういうゲーム僕好きですよ。なんかボケのミルフィーユみたいなね、そういうこうボケにボケがかぶさってくるようなゲーム好き。ちょっとなんか調子悪いひこまろみたいになりましたけど。で、ここが多分ね、こう、おら、よし、これで大丈夫やな。で、あの白い、うわっ、なんでやねんって。いいって2回も。
なんでそっちで右行けや。今のは左から右行けや。ここや。こっからや。よし。まだ来るんちゃうか。もう一回ぐらい来そうや。来てする。あ、来へんわ。よし。あ、これ取った。これ、白いウサギちゃう？うん。ウサギのホライズンを手に入れた。なんか、英語の教科書みたいに言うな。あいつを手に入れ、え、あいつを手に入れてっていうか、あ、ホライズンつい、あれ、あいつ、開け物の方がいいねんけど、じゃあ。アクションって何やろ？アクション？あ、結構、終わったって何？終わった。は？全く動かへんやないか。こっちか？ん？なんか聞いたことある BGM や。え、何これ？ビジョビジョやん、なんか。なんなんこれ。あ、これ俺のお父さんな。あ、そう、皮むけた西川清しか思った。どうしますか、褒めてあげる、猫をあげる。猫をあげるの意味もわからないし、褒めてあげればいいんじゃない。じゃあ、うん、喜んでんのこれ。お、座れた。とても喜んでいます。なに、猫をあげればいいんか。なんで進まへんねやけど。猫ちゃうやん、ほんでそれ。ウサギ言うてたやん、さっき。ちょっと待って、ホライズン即死。え、さっき手に入れたとこっすよ、僕。はよして。まあ、なんかちょっとね、感情も別にホライズンにないし、そんなになんか、悲しさっていうのもあんまりないけど。あら、来た！あいつや！ちょ、あいつ絶対来るから！どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、え、下行った方がいいか、いや、ちょっとここ一回、あーおぉ、びっくりした。いきなり入ってくんなよ。いや、俺がびっくりした。え、俺は、字だけど。あ、お前字な。あ、今、お前笑ったろ。人の服を笑うなんて最低だぞ。やべ、大声出したら、悪化しちまった。クソ、覚えてろよ。いや、忘れたくても忘れられへんわ。わ、すごい。ここほら、血出てるわ。これ入れへんの、もう。くそ、字だからって、バカにすんだよ。いや、バカにはしてないけど、まったく。お前の被害妄想であって。で、ここ来るから。ああ、おお、びっくりさせんの、オーナー。あ、あ、お前、また残してるな。好き嫌いしないで、魚もちゃんと食え。魚は栄養価が高いんだぞ。骨までしゃぶり尽くせ。何？かわいそうだから食わねえだと？バカなこと言ってないでとっとと食え。何やねん、何伝えてんねん。誰が喋っててん、ほんで今。ああ、もうってもうもうさ、何回も何回もやるから、化け物めちゃめちゃ脅されてんねやんか、こっち。頼むわ。俺またホライズン死ぬの見なあかんねやろ、ほんで。よし、こっからやな。これ。あ、よし。いや、また来る。あ、もう分からん。どっから来るか分からんもん、もう。あ、いける。よっしゃ。何これ、印象派の作品このゲーム。何を表現してんのか分からん。こっちから行ってみようか、一回。俺、こういうの得意やで。おい、ほら。これはいけるよ。で、こいつは？これ何？全然ちゃうやん。絵を寄せようとも思ってへんやん。でも行くよ。一気に行くわ、もう。うん、じゃん、じゃん、じゃん、おっしゃ！もうええ、お前は。うわ、これ便秘玉取れへんやっちゃん。セーブしようか。これセーブしてたらね、これほら、ホライズンも一応映ってんのよ。この辺でやる気ない。ええね。これ僕の同級生に非常に似てるんですよね。彼女の顔、まあ男なんですけどね、友達は。便秘玉。え、来るんちゃうん、あいつ。来おへんの？もう行くよ。あ、ホライズンの黒バージョンや。これちょっと手に入れてみよう。黒いウサギに話しかけると最初の部屋に戻れます。最初の部屋に戻りますか？いや、戻りません。だ、こっち行こう。え、ザキとは？ああ、なんやねん。
そんなこと言われても僕ここ、いや僕ここ通らしてほしいんですよ。え、何何の意味もない、もしかしてあれワンワンって言うてるとき、あー、なんやねんお前は、さっきからここでお父さんと暮らそう。どこへも行かせないよ。一つになろう。はあ、え、カニ、ヒュー、誰だお前は。当ててみな、正解者には北海道カニ食べ放題3泊4日の旅をプレゼントするつれ。邪魔するな、ちっこいつも能力者か。総力戦やん。オライズいる。オライズ挟まれてんやけど。どうやら間に合ったようだな。助かったでサモン、お前なら来てくれると思ってたぜ。なんでやねんお前、見境なしか。ええってええって、ほんでお前も来んで、ええってええって、もういいって。ちょ一回セーブしとこう。いつ何が起こるか全く予想できひんな、これすごいわ。あのカニはなんなんや、ほんで死んでしもたけども、ていうかまあカニかって言われてもカニかどうかもわからへんけど、そもそもが。え、あれこれ向こう側にいいの、私の後頭部じゃないんですか、これは。今日は冷えますね。はい、この人は探し物ですか、見つかるといいですね。うん、まずお前が大切な何かを探してこい一回。てかこの左のトイレは何なんこれ。あ、え、話を完結させよ。あ、戻ってきてしもうた。え、戻ってきてしもうたんですけど、この手紙何。君がこの手紙を読んでいる頃、私はもうこの世にはいないだろう。ああ、嘘だ。嘘かよ。本当は今北海道でバカンスを楽しんでいる。以上だ。おつ。カニ。カニの手紙を手に入れた。あ、カニ編これ。カニ編や。で、これ、およそ4つぐらいあるってことね。この話が。よし、じゃあ、どうしようかな。こっちも行ってみる？こっち行ってないよね。あ、掲示板や。何書いてんの？え、賞金首やったん、あいつ。っていうか、まずそれ、カニなん？そこが疑いどころやねんけど。あー、ディグダモドキみたいなやついるわ。ちょ、ディグダモドキほっといてしょ、入るわ、さっき。まあ、なんか。あ、俺この左のやつ見たことあるぞ、これ。カービィのやつじゃないのこれ。お前は何ケツマンって。説明して。ちょっと待って、ケツマン左側にいんねんけど。あれ、おケツやねや、顔が。あ？あ、ほら、今度私寝てるじゃないですか。新しいダンジョンかかもしれんな。調べてみるか、ちょっと。あれ、なんもないわ。これはこれサモンちゃう？あれ、今のサモンやな、多分な。サーモンを訳して多分サモンってことやね。まあ、それは理解できるわ。でも、マイケル・ジャクソンを訳してマクソンっていうのはちょっとごめん、理解できん。とか言ってさらっと男子便所入ったけど。まあ、多分、まあまあ、いいんちゃう？こっち行けってことちゃう？まず下に。あの、右側のとこからも来れるっていうことなんかな。あ、これ私の家、え？はあ、マリオさんって、あのマリオさんですか。え、めちゃめちゃ心強いんじゃないですか、あのマリオさんログインしたんなら。あ、マリオさんじゃないですかこれ。ああ、なんでやねん、仲間になるんじゃなくて。で、お前は、お前何、イケメン。はあ、イケメンすぎて生きるのが辛い。じゃあもう死ねば。そういう言い方はないか。マリオさんがログインしたとこまで来たんですけど、ちょっとここでじゃあセーブしておいて、はい。で、左入ってみようか。あ、トイレの鍵が必要だ。あ、なるほど。マリオさんに隠れながらという感じなのかな？鍵を見つけ出せと。はいはい。どうしようかな。物置の鍵を手に入れた。ほう。いや、なんかここに、張り紙みたいなのあるから俺、見ただけなんやけど、物置ってどこにあんねやろ。こっちか？でもここ俺行ったらあかんやっちゃうの？あ、喋りかけへんかったらいいの？そういうことか。赤い鍵が必要だ。あ、ちょっと謎解きになりましたね。上の方から潰していきますか。ここは？あ、ここ開いた。あ、便秘玉や。よっしゃ。ああ！
なんで殺すねん。お、8月32日目があると。ほう、これなんか謎解きに使えそうですね。まあ物置の鍵をねここで手に入れてっていうところまでは合ってると思うので、はいはい、じゃあこっち行ってみて、多分ね上のあの便秘玉を取る方法が何かあるんじゃないか、もしくはだからなんかこことか、あー、え、ないやねんってびっくりするわいちいち。これこっち出たらあかんのか。あれ、これ来るぞ。あれ、手に入れてしもた。あ、これいいわ。まず私の多分目的はあの便秘率っていうやつを下げることや、まあ今更ですけどやと思うので、これ回収できたんでかいんじゃない。消火器がある、多分後で使う。ほう、消火器か。いろいろくまなく見た方がいいのかもしれないな。で問題はここなんですけど、ちょっと一回ここ飛ばそうか。一回ここ飛ばして、あー、え、めっちゃ謝るやん。いや、めっちゃ謝ったら無理っすやん僕。どうしよう、物置の鍵使う、物置ってどこにあるんでしょうね。一回巻いてみようか。こうやろ。あ、負けた、負けたっぽいな。とにかくドアに入ればいいのか。了解了解。でこれ便秘玉手に入れて、問題はこっからやな。マリオが出てきた瞬間俺右に行ってこの部屋入るわ。行きます。間に合い、よし、ナイス。よし、じゃあ行くよ左。多分これで回避してから、あ、物置の鍵使ったっぽい。ほう、あのピアノ動くな。絶対に動くぞ。嫌 やな、絶対びっくりさせられるもんな。あ、これか、これちゃう、ちゃうか。鍵がかかっている。え、じゃあこれ32とかじゃない。ああ、もう気くるわ。0832は違うの可能性もあるやろ。来い、来た、赤い鍵を手に入れた、セーブ。よし、じゃあ右側やな、ここやな、ここ使おう。はい、めっちゃ嫌な予感しかせえへんやん。なんなんこれ。むちゃくちゃ雑な炎燃えてるやんけ。炎が邪魔をしていて通れない。誰かがファイヤーボールでも使ったのだろうか。普通に炎で押し通してくるやん。で、これか、消火器。これ消火器使おうてっていう感じな。はいはい。まあうん、ただ僕としては、まあ、これで本当にそのあれが消えるのかなっていうところはちょっと微妙なところですけど、違う、そうじゃない。いや、うん、それは分かってるんですけど、え、違う、うん、違う。え、これって何、このアクション、アクションっていうのでさ、例えばじゃあ終わったってやって、炎が邪魔をしていて通れない、消火器を使いますか。はい、終わったは何やったんですか。はい、炎を倒すっていうんですね。初めてのタイプでした。あ、また消火器ある。これちょっと取っとこう。え、 お前ちょっとそこ座れ。はい、あな、炎に向かって消火器を投げつけるバカがどこにいるんだ。消火器には消火器の正しい使い方ってもんがあるだろう。小学校の時に習わなかったのか。お前この先ずっと消火器を正しく使えない人間として生きていくつもりか。それでいいのかよ。その消火器に説教なんかされたくないわ俺。あ、もういいわ、お前とは一生口聞いてやんね。で、いや、でも手に入るんですね。めっちゃ優しいじゃないですか、小脇さん、さすが。お、カニちゃうんけ、お前。お前、カニやろ。牛さん、ごめんね。謝るんやったらどけるよ。ここか、あれ違うわ。こっちか、あ、ここ開いた。うわー、何これ。この三択、ちょっと俺、怖いな。大体でもこういうの僕当てちゃうんです、一発目で。ほんまに。空気をまた当てちゃうよ。右ですわ。うん、レバー動かします。え、じゃあやっぱ男は黙って真ん中ちゃうん、そういうことでしょ。あ、なんやねん。え、どういうこと、何も起きなかったってどういうこと。左ってことじゃ。はい、あ、誰なん。よくわからん、クロアチア人みたいなの出てきたんやけど、あれは何やったん。あ、これでいいんすか。あー、やばいやばいやばい、あー、何やねんそれ。
うまいことションのそれやん。いいやん、そういうのが欲しかったわ。やっぱり複雑化にしてほしいもんね、やっぱね。うん。だから誰やねんってお前は。あ、来た。こっからやろ。ここ左入らんと。おし、まっすぐ抜けた。え、何を求められてるんですかこれ僕。こうっすか。え、行っていいんすよね僕。あ、ん、あ、ここ押せってこと。あ、そういうことか。これなんか扉が開くんちゃう。こういうことやわ、ほら。ほんで、俺がここにガチャンや。ここに、あ、消火器置くんすか。はぁ、あ、はぁ、あ、はい。あ、開いた。ドアが開いた。おい、いい加減にしろ。俺はこんなことをするために生まれてきたんじゃねえ。後ろのラベル見てみろよ。正しい使い方が書いてあるだろ。しかも嬉しい図解入り。ちゃんと見たのか。いやだからもういいってお前は。説教なんかされたくないから。あ、もういいわ。お前とはコンビ解散だ。ハバよ。見て、転んじまった。いいからそういう細かい演出は。はい、入っていけばいいのか。ちょっとなんかでもやっぱ俺コンビとして気になるわ。ちょ、消火器、ちょっと消火器なや。あ、待て、アクションボタンってこれちゃうんか。アクション、こ、アクション今、え、これ、ハゲるってやってこうやったらどうなる。はぁ、あ、え、いや、嫌やねんけど。ただでさえ俺ほんまに今毛根が危なくなってきてるから、こっちは。アクションはシフトキーまたは Z キーで使用できますって書いてるな。イベント中や特殊なマップではアクションを使用したりメニューを開くことができなくなります。だからこういったどうでもいいところでこのアクションを使っていって、特に意味もないってことなんですかね。じゃあ踊るとか、ほら可愛いやん。踊ってみようよ。うん、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 もういいわ、二度とせん。ちょっとごめんなさい、消火器いなくなったんで僕ちょっと、うん、気が引けるけど先行くわ。あ、やばい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 。いや、どっかにどっ、アイス何やったん。ほんなんだこの牧場物語の畑みたいな。こっから出てきたんだ。これなんかひ、え、そんな何の予兆もなくくんのお前今回。これで引っかかったんちゃう。アホや、あいつは。アホが引っかかるよね。どうしようかな。こっち行ってもね意味なさそうやし、ちょ、何匹かマリオさんいそうな気も。やっぱ、いやー、うまいやつや。よし、こっからね。多分答えは右やと思うの。これ左端っぽいから、場所的に。右側に、やっぱ。おぉ、おぉ、あ、来た、よっしゃ。あ、鍵や。トイレの鍵を手に入れた。うわぁ、うわぁ、うわぁ、あぶなぁ、あぶねぇ。ちょっと、ちょっと、分かれ。いやー、そんな感じで来られたお前。いや、ちょっと、わあ、並走してる、並走してる、俺マリオと、しゃ、あー、よっしゃ、ここから、Here we go やろ、こう行って、覚えてきたから、で、ここ行って、これぐらい、ちょうどいいんちゃう、よし、オッケー、まだ来んの、まだ来んの、うぜやん、ギリギリよ、まあ、あー、もう無理や、曲がれへん、こっからや。問題はこっから。ずーっと左押しっぱで左行って。よし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 。これやったら曲がれる。骨？ここやろ？どうしたらいい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 ？下か？やばい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 。うーわー、いっぱい来たいっぱい来た。あー、どっち行こうどっち行こうどっち行こう。あー、顎入った、分かった。分かる。いっぱいなんか牛混じってるよ。牛が混じってるとさ、草まぎれて。あ、挟まれてしまった。待ちな。お前らの相手はこの俺だ。まとめてかかち、キラ。つまがんじまった。昇格さん、くらえ、ジェノサイドボーリングアタック。うわ、昇格さん、出や。おい、何ぼーっとしてるんだ。とっとと脱出するぞ、俺に続け。めっちゃ強いじゃないですか。鍵持ってるか。トイレの鍵を使った。グッジョブ。あ、早く、一刻も早く。あ、
はい。これ、マイソンでさんでしたっけ？ですよね。世の中には2種類の人間しかいない。うんこがよく出る快便者と、うんこの出ない便秘者だ。この世界の存続には便秘者である君の存在が必要不可欠なのさ。まあ、正しくは君の便秘度が重要なんだけどね。便秘度が低くなった人間はすぐに消される。なぜなら、便秘度が下がるということは、この世界の崩壊を意味するから。でも実は、僕はそれを望んでるんだ。なんか、ちょっとリアルなスリラーを感じるわ。はい、ということで、今回はこの辺りにしようというふうに思います。あんまり長いシリーズになるものではないと思いますけれどもね、非常に面白いバカゲーですね。ツッコミどころもとても多いですし、やっててはやっぱ楽しいですから、これ最後まで一応クリアっていうのがあると思うんでね、そこまでやっていこうと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回もご覧ください。お疲れ様です。